やっていきまーす。意外とうまくでしょ。俺これ海外のめちゃめちゃいい恋愛映画の雰囲気醸し出してんの、これ大丈夫？俺こういうのすぐ泣くぜ。なあ、エモいよな、もうこの段階でエモくね。ちょっとボヨミちゃんも消すね。俺中入るわ、こんなか。ゲームスタート。ゲームなのかな、そもそも。まあ本当に普通のゲームとして、まあ結構なんか、ひねりとかもない普通の恋愛ゲームらしいんで。フロレンス用、25歳、もう25歳なんだ。はい、あー、なるほどね、それクリック式ね。おい、あんまり仲良くない、これあんまり家族関係もうまくいってないっぽいな。やべえ、マジで一瞬で一日が終わっちまった。待って、俺こういうの心苦しなるって。早く男の人出てきてくれ。チャプター2、思い出。あ、なるほど。あー、物を整理してたら思い出ボックスが出てきたんだ。で、その中には手紙が入っていて、その手紙を書いたのはフローレンス・ヨー、7歳。うーん、なるほどね。なにこれ、これ何、分岐なのかが分かんねえから、すげえ適当やってっけど、いいのか。全部使わないといけないんだよ。なんか7歳にしてサイコパスな一面をちょっと。はい、やべえ、やべえ、よくないよそういうの。やめて、スタミジャパンを試さないで、そういうのよくないよ。間違えるからね、全然。よかった、7歳でよかった。あぶねえ、9歳だったら詰んでた。誕生日会だ、これフローレンスだよね。え、やめてよ、そんな悲しい。わかるよ、いや、わかるんだよな、こういうの。時が経つにつれてな、クラス替えの時ドキマキしてたのにな。俺たち一緒にずっといようねって言ってたのにな。年が経つにつれ、そんなんどうでもよくなってくんだよな。いつの間にか疎遠になってんだよな。これちょっと待って。気分が上がってる時にやりたかったよ。ねえ、ちょ待って、これもうバッドエンドとかあったら普通に俺配信ブチ切るから。俺の作ったウルトラマンがある。チャプター3、音楽。しゃれてる。いつ運命の人と会うんだろう。人生がそっけなすぎるよ。音楽も聴けなかった。わ、いいタイミングで、いいタイミングでスマホの充電がなくなったぜ。すげえ、すげえ、いや、そこでなんて言うんだろう、もう心が躍るって感じなんだよ。わかるかな、この音楽が好きで好きでたまんないんだよな。あべ、あ、どうした、フローレンスいた、誰だ、名前なんだ、
野原ひろしじゃねえよ。まあもうあの音楽のことが忘れられないんだ。音楽に恋をしてるのか男の人に恋をしてるのか分かんないな。まだ音楽かな。シャプターを選択。衝突。何と？あ、その物理的だね。うん。まだ付き合ってもねえもんな。そう、喧嘩的なあれはないよね。なになになに？あー、ピントか。あー、なるほどね。よそ見をしてたら事故っちゃったんだ。結構派手に転んでね。大丈夫か？え、結構派手にいってない？いやでもこれが出会いならいいが。はい、大丈夫ですかと。あー、頼むからハッピーエンドで。私かわいい、この絵めっちゃかわいい。女の子に表情がいいな。クリッシュ電話番号かな。覚えなくてもいいのかな。別に絵がエモいんだよな。うわ、おめかししてるし。あんなボサボサだったのに。フローレンス髪の毛がまっすぐじゃねえかよ。まずは端っこから行きましょう。何を話してるんだろう。マーケットに来た。市場みたいなとこかな。二人で食べ歩きをしてな。どんどん会話をして、このなんて言うんだろう、自分の会話をさ、パズルで表現してるっていいよな。なんか会話ってこんな感じするよね。一個一個つなげてさ。いつかピースが抜け落ちたりするんだよな。で、ピースの数も少なくなっていくんだろ。すげえ。簡単に言葉が出る。何の違和感もない。スラスラあなたと話してて楽しいよ。すぐに言葉が思い浮かべ。ダメだ、ダメージがでけ。このゲームはエモすぎる。やっぱり人生ってのは仕事と恋愛に分岐するんだよね。あ、こっちだ。たくさん夢について語ってるのかな、これは。自分の夢について語ってるんだと思う。あー、そうだね。俺はこんなことがしたいなと。これここで仕事の話出てきたらちょっと危ねえ。これ食い違うかもな。有名になりたいよと。
しいな。何？うわ、いいルートに行くかもしれない。どっちも夢を追いかけるんならいい方向に行くかもしれない。折れんなよ。仕事も大切でいいじゃねえかよ。頼むぜ。刺激、お互いに刺激し、刺激をし合ってる。さあ、男の影響を受けて女がその夢を追いかけ出してるっていう刺激の段階であるな。あ？これなんだ？男の部屋はめっちゃ汚れてる。片付けるのかな？二人で住むのか？どっちだろう？普通に遊びに来ただけかな？いや、マジか。まあ実はねっていうところだね。おいおい、それはダメだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これマジで良くない方向行ってる。女の子もやりたいことがあるんだぞ。なんだろう。お、アートギャラリーに行きました。なるほどね。いろんなところにデートに行ってるんだ。ホリデーハイキングとクリッシュの初めての推し。あ、家族にも紹介したのか。音楽仲間にも合わせてな。スケートボードのレッスンと。ぐわっ。頼むからハッピーに終わってほしい。これは何の会、お、なるほどね。面白。ちょっと会話が喧嘩っぽくなるとこのさ、噛み合うところにトゲが出るんだよね。丸くないんだ言葉が。わー、尖っちゃったね。何これ、こんなんさ、どうすればいいの、こんなん。
言いまかしちゃった。そうだよ、そんなさ、意地になんないでさ、頑固になんないで、謝った方がいいって。それでいいんだよ、あぶね、こえ。一発目の喧嘩でそんなな、そんなすぐ来ねえよな。仲直りと。早い時が経ったら6ヶ月後急に来たね。同居進んだなぁ。もうなんだかんだチャプター10よ。引っ越し準備中かな。誰かのサンダル捨てちゃったみたいな。これいいのかな。これ彼氏の分めちゃめちゃ捨ててないかな。え、こんなんちょっと待って、ちょっと待って、だってもうこれ進まねえもん。これやんないとどうしようもなくねえか。これは捨てらんねえ。これなんだかわかんないけど、こっちにしてこう。幸せだ。ああ受かったか。なるほどね、お互いに夢を追いかけようで話はまとまったんだな。でもそうするとお金どうするんだろうな。仕事もはかどるね。仕事もはかどる。俺何もしてないよ。ツイッターもやめてさ。幸せすぎる、怖いよ。もう1年経ちました。そろそろ同棲にも慣れてきて、まあ1年も経てばそうなるよな。さすがにね、抱き合って寝ないよな。うん、彼氏はミュージックアカデミーに通い、お互い切磋琢磨してる。悪いことじゃないよね。母さんとの仲が悪いのが怖え。大丈夫よ、心配しないで。うーん、うまくいってないね。
どういうことなんだろう。そうなんだね。後ろの絵が仲いい絵で、間違いなく仲が悪いのは今確定してるから。あれ、衰退。もうスマホ触り出したらマジいいよな。お互いに興味がなくなっていくっていうか、何なんだろうな、当たり前になる。苦しいね。俺これ消したくないよ。何、どういうこと。いいじゃんこれで。待って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 くれ、動いてくれ。プレゼントじゃねえかよ。使わないっていうか、使えないのかな、これ。どっちなんだろう。まあ使えないんだろうな、追われてるんだろうな。喧嘩が増えていっちゃってるんだね。生活に華々しさもなくなったな。色がなくなってきた。すぐ喧嘩しちゃうんだね。おい、やめてやめて。いいな。もうね、なんて言うんだろう、思ったことを全部言っちゃってるんだろうね。もう言葉を選ばなくなってさ、こう言ったら相手がどう思うかとかももう考えないんだよ。うわー、もう俺このパズルやだよー。こうでいいじゃん。なんで噛み合わないの。ちょっと待って、嘘でしょ、はまんない。嘘。
いや、これ多分もう一緒に住んでないだろ。まだ終わってない、まだ終わってないぞ。これは元からあったか。何してもおもんないんだな。いやー、そっち向いてんの。どういうことこれ、歩みを止めたら俺はどうなんのこれは。いや、ダメなのかこれ。置いていっちゃうのか。忘れられんのかこれ。起きて起きて起きて。おい、そういう終わり方かよ。ちょっと現実的すぎるっていうかさ。いや、捨てないんでしょ、多分この道を歩むんだよ。ある意味枷だったっていうかさ、なんなこれ。待ってねー。
これ才能が開花するっていうやつ。ここ女の子側には才能があったの。色づき出したね。ああ、母さんと仲良くなったんだ。で、賞を取ってね。フローレンスのショップを開きましたと。うわー、これはきちい。男が赤するときちい。聞くなー。せめてもう男は出てこないでくれ。頼むから出てこないで。この状況で会ってほしくない。俺は会うんだったら男側も成功して会ってくれ。仕事辞めんの？いいよ、捨てろ。そんなもんはいい。感情揺さぶられるな。ビリ持っていくんじゃねえぞ。持っていかんくてよくれ。やばい、ほんま、ふんぎり。まあ仕事道具と一緒に、そうだね、仕事と一緒に忘れちゃおう。それがいいかな。そうだね。あー、ちげえ、びっくりしたマジでやめてくれ。ここに来る。あ、人脈を広げてね。人生大成功よ。あー、これ来るな。え、来ないんだ。え、来ないんだ。大成功よ。うわー、素晴らしい。嘘。うわ、終わり方エグ終わり方エグ